はい、皆さん、毎度毎度。皆さんね、大好きなパーマかけててね、15分でかからなかったらどうするか。1液をね、塗布し終わってからストップウォッチをすぐに入れてね、で、そのストップウォッチがね、もう15分を過ぎたと。それで、それからテストするじゃないと、2本見てかかってない、3本目見てかかってない。で、そんなことやってると、大体もう20分超えてるよね。テストカールって意外とロット外して巻き直してって、意外と1本30秒ぐらいじゃ終わんないから。結構ね、1分ぐらいかかってたりするもんだよね。1分外して巻き直すっていうのはね、のんびりやってると。と、大体20分過ぎてて、もうかかってないと。そしたらもう、どうするのって、そっからさらに遠赤ぶち込んだり、一液入れかけて、もう一回なんかする先輩がいたら、もうそれは落第。三流美容師以下だね。もう、パーマかける資格なしと、科学のこと全く分かってない。まあそういう先輩がいてね、俺パーマうまいからなんつったらね、もう話になんない。もうその先輩から得る知識というのは何もない。ストップウォッチで測ってね、本当に20分を過ぎてかかってない場合ね、もうこれはもうパーマ屋の負け、美容師さんの負け、一旦全部外してね、パーマの薬と髪のね、状態が合っているならば、細いので巻き直してすぐに2液かければ大体かかるよね。ちょっと痛むけどね。で、髪の状態とね、パーマ液を比べて、パーマ液をね、弱い薬を使ってしまったと、シスカなんかね、健康毛に対して、そういう時は一旦全部ロットを外して、髪に合った適切な治療をかけてね、シスを洗い落とすように治療をかけてね、それからもう一回巻き直し、それで、まあ、放置時間見て、かかったら2液つけて終わりと。かかりすぎたらどうするかだよね。12ミリで巻いてね、もう本当にかかりすぎたと。本当にロットにへばりつくみたいに、かかりすぎた時はもう毛が溶けてるっていう状態だから、これはもう対処できないけどね。まあ外して、2液かけるぐらいしかないんだけどね。そうじゃなくて髪の毛がね、まだ生きててちょっと強いなって思ったら全部外して、ロット系の、12ミリで巻いたら約倍ぐらい20ミリぐらいで巻き直して2液をすぐかけるすると大体改善されるよね。まあ強くなったやつを緩めに戻すっていうのはこれはこれでまた難しいんだけどね。中途半端に細くしてやってもね、意外と変わんないんだよ。本当に2倍ぐらい、2倍までちょっと行き過ぎかな。そのぐらいちょっと太くして 1.5 倍以上太くしてね、遠ミリで強いなと思ったら15ミリとか17ミリぐらいで巻いてね、それで2液をかけるとかなり改善されるよね、緩めにね。で、その時はね、スライサー厚くてもいいからザクザク巻いてね、2液をしっかりかけるってことだよね。2液は毛先にかけろ。ね。実際ね、パーマにね、巻かれてるね、ロットっていうのは毛先が中にしまい込まれちゃってっからね、表面はたくさんかけられるけどね、ロットの中心部分に巻かれた毛先ね、これ髪の毛をね、ロットに巻かれた毛をね、かき分けて揉みながら毛先にね、2液が届くようにしっかりかけるってことね。2液っていうのはね、テストカールで効能が見えるわけじゃないからね、ついついおろそかにしちゃうけどね、これ2液が結構大事だからね。だからその2液の前の中間水栓だよね、問題はね。これも何回も言ってっけどね、中間水栓をしたがために毛先にね、2液が回らなくてね、毛先のパーマがすぐ取れちゃったりね、いろんなことあるからね。で、中間水栓はいいか悪いかっつったら、とりあえず2液かけてから、中間水栓したらどうかなと思うよね。そんなこと言ってたらね、ロット外してからね、中間水栓すりゃいいじゃねえかと。メーカーはね、中間水栓のリスクっつうことを分かってないよね。まあ皆さんはね、こういうね、ことをどう思うかね。はい、お疲れ様でした。